ですね、イミオさんと一緒にハッピータイムを過ごしたいと思います。さてさて、何をするかと言いますと、抽選でですね、ファンの方お一人をステージにお招きいたしまして、ミオさんとある対決をしていただくということになりますよ。昨日はですね、ドリームキャッチャーをね、一緒に作ったわけなんですけども、昨日ドリームキャッチャー作り楽しかったですか？훌륭한작품이완성됐다고생각합니다。素晴らしい作品でございました。まばらな拍手ですね。ということで、今日はですね、何をするかいろいろとね、考えたということなんですけども、やっぱり何をするかの前にですね、まずちょっと抽選をいたしまして、1人お選びしたいと思いますよ。じゃあ美穂さん、お一人、抽選箱来ましたね、選んでいただきましょう。シンデレラガールは誰なのか、ドキドキでございます。さあ美穂さんと対決できる方ですよ。はい、1階でございます。 R2 扉13列61番の方、13列61番の方、お立ちください。どこにいらっしゃいますか？どこん？あなたね、おめでとうございます。ステージにお越しください。皆さん、温かい拍手でお迎えください。やりました。もう信じられないわっていうような感じ、もうドキドキ、もう足がクガク震えてます。大丈夫よ、美穂さんが支えてくれると思うから。大丈夫。嫌なの？嫌じゃないわよね。でもちょっと恥ずかしいんですよね、緊張しちゃいますよね。美穂さん、あえて恥ずかしがる女性ってどうですか？귀여워요。可愛らしいです。可愛いって可愛いって可愛い。もう、はい、いらっしゃい。大きな拍手をお願いいたします。無理じゃないですよ、大丈夫でございます。はい、まず握手をということでございますが、さあ、お名前は？直子さん、はい、何の対決をするのかというのをちょっと見せていただきたいと思います。ちょっとご覧いただきましょうか。こんな対決をしますよ、どうぞ。出ますでしょうか？はい、お箸で豆つかみ対決、もしくはピースのミニパズル対決、けん玉対決、これのどれか一つを対決をしていただくということになるわけなんです。ちなみにちょっとまずお箸で豆つかみ対決、ちょっとこれカメラさんね、これ豆なんですね。ちょっと映ります？あ、映ってますか？あ、映ってないかな。이중에하나를고르는건가요지금？この中の一つを選ぶんですか？そうなんです。その選ぶ箱がこの中に入ってるんですけども、あ、じゃんけんをしていただいて、どっちが引くかを決めていただくという美穂さんと直子さんがじゃんけんをしていただいて、決めていただくことになる。じゃあじゃんけんを。저는게임에자신이있으니까셋중에아무거나해도좋습니다。나오코상이골라줬으면좋겠어요。本当？じゃあ나오코さん、お箸で豆つかみ対決とパズル対決とけん玉対決、どれがいいですか？あ、引いてもらいましょうか。ここでじゃあ나오코さんに引いてもらいましょうね。準備されておりました。あ、それです、それです。はい、赤が出ました。赤何でしたっけ？あ、お箸で豆つかみ対決ということになっておりますよ。はい、お箸で豆つかみなんですけども、美穂さん、お箸とか結構。ね、저젓가락잘해요。はい、僕は箸使いうまいですよ。直子さんは？うまいですよ。うまいですか？でもね、実はお豆さんはこういったお豆を準備させていただいてるんですけども、直子さんこれね、直子さんこの箸ね、この箸。はい。美穂さん、なぜかこんな大きい菜箸みたいな箸に。なってるんですけども、長さがね全然違うんですけども、ちょっと頑張っていただいて、はいはいはい、ということでね。ちなみにけん玉対決だったら、ちなみにけん玉ちょっと見せていただいていいですか？ちょっとけん玉、美穂さんのけん玉、あ、これは普通のけん玉、美穂さんはなんかこんなちっちゃいけん玉がこれ直子さんけん玉だったら、直子さんこれで普通のけん玉、美穂さんがちっちゃすぎるけん玉。あと、もしパズルが選ばれたとしたら、お客様は、まあ、直子さんはこういう大きなピースのけん玉なんですけど、美穂さんはもうこういうこれ直子さんだったらこれだったのに、お客さん、ね、美穂さんだったらこれ。けん玉もちょっと面白いですけどね。美穂さん、なんかもう箸で何か食べそうな勢いになっておりますけど、じゃあここに豆真ん中に置きますんで、はい、じゃあ이게걸려서다행인것같아요。じゃあですね、2分間
2分間やりますので2分間の間にたくさんお豆をこちらの器に移動できた方が勝ちということになります。はい、美穂さん自信はあるようですけどね、頑張って、直子さんも頑張ってくださいね。それでは2分間豆対決です。それではスタート。なんか音楽とか欲しいですよね、なんかここでね、なんか音楽があったらいいなみたいな感じではありますけどね。はい、あ、皆さんありがとうございます。皆さんの手拍子ですごいです。あ、音楽ちょっと来ましたね、なんとなく。はい、手拍子というかまばらなね、うん、ありがとうございます。とってもあら、うまいじゃないですか。ということで2分間、あ、音楽鳴りましたね。あ、結構うまいですね。結構簡単じゃない。本当はね、なんか小豆粒とかだったらつるんつるんってなるんですけどもね。あ、1分経過いたしました。1分経過しました。はい、残り1分でございますよ。はい、なんか皆さん若干手が震えてる感はあるんですあと30秒、あと30秒。침착하셔야됩니다。ね、落ち着いて、落ち着いてくださいね。빠른것보다정확한게중요한거예요。はい、早くやるよりも落ち着いて正確にの方が大切です。あと10秒です。10、9、8、7、6、5、4、3、2、1、はーい、ここまででございます。美穂さん、見たわよ、美穂さん。今、美穂さん見ましたよね、変えたのね。ということで、ここで、終わりなんですけども数えてみたいと思います。それぞれ、じゃあ美穂さん今見ちゃったので、美穂さんが直子さんの豆を持ってこっちに戻していただく。で、直子さんは美穂さんのを戻していただく。じゃあ行きましょうね。せーの、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、18、19、20、21、22、23、24、25、26、27、28、29、30、31、なおこさんが31個、みほさん30個、なおこさんの勝ち。いや、おてはなちゃいろいけじ。すごいですね、1個差でしたね。すごい、すごい、結構同じペースでずっとやってましたね。ということで、みほさん残念ながら負けてしまいました。ということは罰ゲームがあります。お願いします。罰ゲーム、何やら風船が出てまいりました。風船が出てまいりました。意外と小さな風船だったわけなんですけども、これをですね、二人で割っていただく。もういじょんど벌칙쯤이야。なおこさん괜찮으시겠어요。大丈夫ですか。거칠게한방으로끝내도록하겠습니다。じゃあちょっと荒っぽく一度で割ってみたいと思います。ちょっと엉덩이로해볼까요。じゃあお尻でやってみましょう。お尻でいきましょう。お尻、お尻です。お尻、お尻、お尻。あ、질기ね。本当に粘りましたね。粘りましたね。ということで、お尻同士で割っていただいたこの2人でね、共同作業していただいた瞬間をチェキでツーショット写真撮りたいと思います。どうぞどうぞどうぞ。スタッフの方がね、撮ってくれますんで、はい。じゃあこっちで、あ、こっちでね。もうちょっと近い方がよくない？顔、胸アップ。あ、みおさん胸元すごいはだけてるわ。うぅ、ありがとうございます。いい感じで。あ、じゃあみおさん、みおさんじゃあ直接なおこさんに渡してあげて。もうなんかドキドキしちゃって。熱いね。あ、힘들었죠。풍선이생각보다힘드네요。お疲れ様でした。ね、ありがとうございます。はい、あ、浮き出てきました。まだね、まだだけど、ちょっとだけ浮いて、シルエットだけ。なおこいすんだ。あ、出てきてますよ。ちょっと見せてもらって、皆さんに。あ、カメラさん、カメラさん。あ、ほら、シルエットだけわかる？なんとなくね。振ってもあんまり変わんないんですけどね。ということで、あ、素敵です